ロバート・コッキング失敗したコッキングのパラシュートロバート・コッキングはイギリスの発明家である。パラシュートの改良を企てて、その最初の試験で追試した。ロバート・コッキングは水彩画家で熱心なアマチュア科学者であった。1802年にフランス人アンドレ・ジャック・ガルヌランが行ったイギリスで最初のパラシュート効果のデモンストレーションを見て、またジョージ・ケイリーの論文を読んで、 パラシュートの改良を思い立った。1809年から1810年のケーリーの論文では、ガルグランの傘型のパラシュートが、降下時に不安定に揺れるのに対して、理論的に塩水型のパラシュートが安定すると論じた。コッキングは数年をかけて、ケーリーのデザインのパラシュートを開発した。32.61メートルの大きさで、周りから3本の綱で、 ゴンドラが支えられた。コッキングは気球ロイヤル、ナス総合の所有者のチャールズ・グリーンとエドワード・スペンサーに頼んで彼の発明品のテストを頼んだ。コッキングはすでに61歳になっておりパラシュート効果の経験もなかったが気球の所有者は試験に同意し試験を宣伝した。1837年7月24日7時35分に グリーンらの操縦する気球に吊るされて、コッキングの乗ったパラシュートは上昇を始めた。コッキングは2400メートルからの降下を希望していたが、パラシュートと3人の乗員の重量で、気球の上昇速度は上がらず、1500メートルでそれ以上上昇することはできなくなった。グリーンからそのことを知らされると、コッキングはパラシュートを切り離した。多くの監修が見守る中、 パラシュートは速すぎる速度で降下し、パラシュートは内側に狭まり、さらに降下速度を増し、地上に達する前に壊れて、地上60メートルから90メートルでゴンドラが外れてしまった。コッキングは地面に叩きつけられて即死した。失敗の原因は、パラシュートの大きさを決めるのに、パラシュート自体の重量を計算に入れていなかったことや、その製作技術が稚拙であったことが挙げられる。 後に、アメリカ合衆国の気球のりのジョン・ワイズの行った試験によれば、より大きい寸法でしっかり作ってあれば、ガルヌランのものより安定した効果が行えることが分かった。コッキングの死亡事故は、切り離しから墜落までの様子が絵画として記録されている。コッキングの事故によって、パラシュート効果のデモンストレーションは不人気となり、 19世紀の末になって、より安全なものが出現するまで、カーニバルやサーカスで行うことは禁止されることになった。ガルヌランの傘型パラシュートの振動の問題は、後に排気穴を設けることで解決されている。ありがとうございます。